挨拶は大事。あ、この下駄箱ってことは同じクラスだね。おはよう。なんか悪いことしたかな。僕なんか悪いことしたかな。そのたった一言を口に出そうとするだけで、この人は、コミさんは話しかけづらい人でも近寄りがたい存在でもなかった。これ使ってください。この人は普通の女の子な。ただのくん。あ、いや、実はコミさんがね、友達。え？は？いいのと、なんであの崇高なるお方の名前呼んでんの。呼ぶにしたってコミ様だろうがダメ。コミ様の隣の席とかって調子くれてんじゃないわよ。カス。馬の雰囲気のあんたがコミ様と同じ空気吸えてるだけでもありがたいってによ。カス。カス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 。カス。それで？いえ、なんでもないです。あ、そうなの。じゃあ話しかけてこないでね。やっぱりただの君はかっこいいなって。濡れる。何が？俺の家の鍵。これを知ったよ。今殺したよって言ったのか、この女。何、どういうつもりだ。まさかこの前馴染みにこんなことした奴は殺せよ。そいつの実家の鍵でな。また僕はこんな役か。まあストーカー、ストーカーね。はっ。2つのノンファットミルクピスタチオ、ディープモカディップクリームフラパチーノ、水チョコソースのミーディア、ミニミニホイップで買ってきてよ。買ってきてくれなかったら友達辞める。ガチエマンだ。ユノルマだ。袋を入れますね。ありがとうございました。帰っちゃったコミさん。トイレは落ち着くな。私だけのパーソナルスペース、誰にも見られないし誰にも意識されない。トイレ大好き。私一生トイレにいてもいい。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。私頑張ります。コミさんに友達が増えた。もしもし。次は竹の子に置き、罰ゲームは絆を晒す。だどうだい。絆を。コミさんの素顔見たい。コミさんとタダノ君を観察。狭い部屋に男女が2人。さあ面白おかしく気まずくなれ。かくれんぼ。君たちさ、なんで気まずくならないの。お、なじみ、お腹大丈夫か。嘘だよそんなの。え、オペレーション L の L は、俺の気持ち受け取ってくれたかよ。ブラ
俺、お前のことがずっと好きだった。ごめんなさい。なんで。いや、なんか中二っぽくてダサい。只野くんの人格が形成された。ああ、いや、面白くなかったわけじゃないんですよ。でもやっぱりギャグって声で聞かないと臨場感出ないんですかね。お、電話？あるみかんの上にあるみかん。その親父ギャグ推し何なの？ね、猫が猫なんだ。がっかりだよ。コミさんと同レベルだった。これあれだから、僕女性ファッションあまり知らないから適当に選んだっていうか、別にこういう服着てる人がいいなって思うわけではないと。老人の言い訳はいいからお早くして。はい。あれ出ちゃってる。かわいい。これネタフリしてるだけだった。もう高校生だね。どうよ高校生活は。そっか、楽しいならよかった。あの一言で意思疎通を。あれ、髪切りました。本当に来たの？何も変わってないよ。飼い主の変化が分からないのに。嘘よ、私が気づかないなんて。こっちで一緒にゲームやろうよ。死にたい。死にたい。なんか話聞いてもらいたそうだな、こいつ。いや、本当に死ぬ気はないんだ。ごめん。見てよ、これじゃ。図書室ではお静かに。ハリセンの音が一番うるさいんじゃ。お？あ、それは。おい、そんなのやってたらお前死ぬぞ。悲しいね、ただのくん。こいつ、あまりの勉強したくなさにおかしくなって。コミさん、次はタダノ君の番だよ。見られてる。すっごい見られてる。いや、僕は。じゃあ。図書室ではお静かに。なじみ3アウトで退場。コミさんの着替え、コミさんの肌、コミさんの水着。さあ、どんな姿を見せてくれるの、コミさん。次は飛び込み台に行ってみよう。おい、走ると危ない。コミさん、コミさん。楽しかったね、タダノ君。楽しかった。コミさんの肩。どうしたの？お腹すいた？泣きやんだ。お行儀よくしましょうね、こうちゃん。心の距離が縮まった。この射的でコミさんと勝負するわ。どちらが多くの景品を落とせるか勝負よ、コミさん。キュールー、キュールー、キュールー。
ちゃん銃返して。正々堂々やるのが筋ってもんさ。でもね、戦い方ってもんがあるんだよ若造。おばばの雰囲気が変わった。まずはプレストン5に取り付けられた紐、一見ボロボロに見えるだろうけどね、あれはフェイク。途中で新しい紐に切り替わってるのさ。そしておばばの表情、紐玉の小さいやつはここで無表情の方の紐なんか選べやしないよ。まあ無表情の方も外れだけれどね、無駄無駄無駄。他にも色、匂い、太さ、いろいろ仕込んであるよ。考えれば考えるほどドツボにはまっていく、そういう風にできてるの。私フランクフルト買ってきたんだ。ねえ食べて、私のフランクフルト。おじさんに何させるつもりなんだこの人。ボンが食べてあげるよ。あっちの方面白そう。じゃあコミさん、サボウェイでサボウェイターキーアボカドサンド、ハニーオーツチーズ、レタスピクルスオリーブ多め、玉ねぎ抜き、バルサミコスソースセットでバジルポテトダイエットコーラ買ってきてよ。パンはトーストね。わ私も。何だったんですか。あ、じゃあこれはいらない。コミさん。はい。ご飯。やっぱりやめとく。あ、じゃあ僕が言う。私が許せない。泣き止んだ。あ、コッカーコッカーコッカー。どうしたの。どうしたのコミさん。ああ、長いのが来たかったのかい。ないよ。お兄ちゃん暇だったから来たよ。マジで引くな。見た？うん、お兄ちゃんやっぱりあれだった。あれって何？お願いします。メイドクロのビザ一回で最高。タダノ君見てよこれ、僕の授業は大成功さ。次はハンドリック一回4歳、太ももおさわり一回5歳で行ってみようか。はい、オーラ。いや、笑いが止まりませんな。おさな。はい。アウト。はい。1年1組コミさん好きです。結婚を前提に付き合ってください。コナエ。あれ、コナいい、どういう。待て、信じろ。一緒に回ろうよ、コミさん。タチというと？あれ、さっきまで楓も一緒に。ん？あ、いたいた。なぜそんなところに。第23回短祭最優秀賞は101メイドカフェイターン。でしたが、一部生徒の不適切な営利行為により最優秀賞は取り消しとさせていただきます。なんで一
ぱい準備しておにぎり食べたり最優秀賞目指していっぱい頑張ってさ楽しかったでしょ言い話風にしないで